これは川辺次徳が書いた会議メモである。名誉会長の総高等罷免に先立つこと約5ヶ月、平成2年7月16日と18日に日憲を中心に学会破壊の謀略を僧侶が話し合った全貌がここに書かれている。このメモの流出に驚いた宗門では平成6年1月6日見解を発表した。総監の藤本は2つの会議は存在したことを公式に認めると同時に、メモに何回も書いてある追放という言葉にことさら言及し、これは追及の間違いであり、これが本当に川辺の筆跡であるならば本人の勘違いか主観で書かれたものであると、まことに苦しい弁明を行った。一方、当事者の川辺は、あれは俺のもんだよ、文章はな、俺の文章だ、で、流出したのは俺の不用意であったと、事実だよ、俺の字であることも言っておく。 11.16 のスピーチが発端という宗門、それを覆す仏性の会議メモ。この会議で川辺が見たものは、その時の日憲の言ったことは、これ以上誰も騙せない。平成2年12月13日、宗門より突然お尋ねと題する文書が送られてきた。内容は11月16日に名誉会長が行ったスピーチに問題ありとしたもので、ゴホッス承認に対して不敬の発言があったとか、果てはベートーベンの歓喜の歌を言語のドイツ語で歌うのは方々であると執拗に追及したものであった。それに対して創価学会は23日、お伺い文書を提出。そしてそれから4日後、突如名誉会長の総高等罷免が通告された。お尋ね文書を出してからわずか2週間、誰もが認める世界公選ルフの大功労者である名誉会長をわずか2週間の猶予で切り捨てたのである。まさに計画されてでもいたかのような電撃的なやり口、実に計画されていたような。創価学会分離作戦 C 作戦、この C とはキルを意味する英語カットの頭文字を取ったものである。この計画作戦の目的とするところは、池田名誉会長を総高等職から解任し、日蓮召集は創価学会とは無縁の宗教団体であることを一般世間に公表し、創価学会組織の徹底壊滅を図り、もって純粋なる信仰に基づく金王無欠の組織の再編成を目的とする。今まで日憲はその存在すらも否定してきた。宗門は C 作戦を前から考えていて創価学会を作ったとか、そういうことを学会、これは学会に言っておるわけです。まあ、ここではっきり言っております。C 作戦なんてことを考えたこともなければ、やったこともありません。どんな問題が起こっても、いつも否定し続けているが、小欲知足と言いながら、温泉で豪遊にふけり、芸者に囲まれ楽しむ、これも日憲。ホッスであるにもかかわらず、禅寺に墓を建て、それが見つかるとあの墓は共同墓地の中にあると言い訳し、呆れた住職がそこが共同墓地でないことを示すために、ついには墓地に柵を設けた。禅寺墓問題の顛末も最後は日憲の負け。
53カ事を数えたずさんな納骨管理の現状。しかし総本山大石寺も墓園の違法造成で書類送検される始末。その大石寺の住職、これもまた日検。さらにシアトル売春事件、278本桜伐採事件、まだまだ数え上げればキリがないが、全てが日検のことである。ここまで問題が続出する官庁が他にいただろうか。そしてここに現れた会議メモ、決して前導をしていこうとしていたのではなく、学会に対して罠を張り巡らそうとしていた日検の心が見えてくる。同時にそこで踊らされていた僧の滑稽な姿も見えてくる。あれは俺のもんだよ、文章はな、俺の文章だ。で、流出したのは俺の不用意であったと、事実だよ。俺の字であることも言っておく。西方会議。東京都文京区西方の閑静な住宅街の中にある大石寺東京出張所。この一室で会議が行われたことから記されている。西方にて夕食、芸家八木関川辺。芸家より当初4通を見せられる。まず最初に川辺が日検から学会批判の投書を渡されたことが書いてある。八木、関、池田はダメ、池田は治らない、池田を追放すべきだなど強硬意見が出る。話題は池田追放の方向で進められ、芸家、八木、関ともに池田追放で強硬意見。この後、総監藤本、庶務部長早瀬、障害部長秋元が到着。正式に西方会議が始まった。当初、衆務院全部長、内事部役員が集まり会議を開く予定だったが、川辺が天下公開で会議を開くようなもの、例のメンバーで会議を開くべきだとの意見から、芸家、総監藤本、早瀬、秋元、八木、関、川辺のメンバーで西方会議が開かれる。例のメンバーという一言に現れているように、学会破壊の極秘の打ち合わせは過去何度か行われていたのである。会議はまず連絡会議での衆門側の要求事項を確認、そしてその場での対応が協議された。 1. 明日の連絡会議では、今回の問題の引っ掛けとなった仙徳寺、是正寺問題、その他衆門の問題を忌憚なく言わしてもらうと学会が言ってきているので、その話は聞くだけ聞き。2. その上で徳財財務の件について信徒からの投書を証拠に追及する。 3. 池田追放の線を出す。この恐るべき陰謀の急先鋒、首謀者として最も強硬な意見を主張したのが日検であったことが、この後はっきりと書かれてある。特に芸家は池田追放、徳財財務中止と激しい口調で強調されていたが、川辺がこんなことを現状の衆門でやったら諸刃の剣となる、やるならまず衆門の綱紀を正し、その上でやるべきだと。また藤本も当初は伝聞、本人に電話で問い合わせ伝聞と分かるであるので根拠に問題があると諌めた結果、芸家および全員のトーンが下がる。結局学会攻撃の根拠に使おうとした投書が所詮伝聞に過ぎないことが判明したが、日検は決して諦めようとしなかった。日検にとって名誉会長のカットが大目的であり、大義名分は二の次だったからである。しかしこの日は結論が出ないまま、18日に再会議が行われることになった。あなたは C 作戦はあったと思いますか？衆門の方でわざわざね、相手を陥れるための
ことをやるということはできませんよね。仏さんというのは慈悲を教える立場の人でしょう。で、慈悲を教える立場の人が作戦を練るってことは相手を陥れるってことだから、そういうことを許されるはずがないんですよね。そんなことをね、例えば本座がやるとかって言うんであれば、私は二条城市の講談やってらんないもん。そんな主文だったら私いませんよ。もしそれを無政策さんの主文なんかだったんだったら、もう私自身が主文に見切りつければ、これがあり得るとするとしたら、もうそれこそ、ああ、芸やかはすげえ二重人格者だなってなるわな。もうこれはもう本当にノーランサだよ。っていうことになるわね。これはもう、大陸天の魔王様のものだなとか言われてもいいことになるかもしれんけども。どのようなところからその言葉が出てきたのか分からないんですけど、あの全然宗門でそういう言葉を使ってませんし、そういうような考え方っていうか、そういうような行動っていうか、そういうことは実際にはないですね。そういうことを計画的にね、考えること自体ありえないことだと思うんですけどね。それは僧侶の考えることじゃないですよ。ご僧侶の皆さん、ご協力大変ありがとうございました。西方会議から2日後、大石寺大書院において御前会議が開かれた。16日に引き続き、ここでも僧侶にあるまじき陰謀の裏舞台が明かされてゆく。学会破壊をめぐって同じメンバーが黒い心で協議していったことが詳しく描かれている。御前会議。ここでは最初に場所を決めるので混乱があったことを伝えている。御前会議が大書院に変更になったのは、当初大奥妖魔新大奥と盗聴を恐れて思案の末大書院となり、あえて障子を全部開放し会議。何かに怯えているかのように秘密漏洩に気を配っていたことがわかる。最初に庶務部長の早瀬から前日の連絡会議の模様が伝えられ、その後16日同様謀略の具体策が練られていった。そしてここで特に注目されるのは作戦名の決定の下りである。川辺、それではこの作戦は G 作戦だ。芸家、それは違う、 C だよ。C 作戦と命名したのは実に日賢であった。そしてついに日賢は今年の1月6日初登山において、まあ残念ですね、神秘な言葉があるいは出たかもしれない。今まで C 作戦の C という言葉すら完全否定していた日賢にここまで認めさせた威力、それが会議メモなのである。もう少し池田の証拠を集めて C 作戦の時を待つ。これから名誉会長追放の口実を集めていくことは確認されたのだが、作戦決行をいつにするかのタイミングで各々の意見が違ってゆく。川辺、 C 作戦というがいずれはやらなくてはならない問題としても、今この問題をやることは諸刃の剣を持つことになる。やるとしてももっと分析が必要。それよりも大事なことは僧侶の後期自粛が必要。芸家、お前は分析分析というが、分析して何ができるというんだ。激しく怒ったように川辺を叱責。川辺、いえ、後期を正さなくては必ず学会からやられる。後期自粛の指導を教師講習会でやるべきだ。それから学会問題をやるべきだ。藤本、私も川辺の言う通りと思う。今この問題をやれば諸刃の剣となる。川辺、学会相手に戦うときは日韓の政教を相手に戦うことになる。宗門はこれに対抗するものはない。芸家、みんなはこの川辺の意見に対しどう思う。全員無言で川辺に賛成の表情。早瀬、私も川辺の意見の方がいいと思う。藤本、早瀬、川辺らは州内状況が整っていないことを理由に慎重派の立場に立ち、日賢を最右翼として、八木主席は即刻決行を主張する強硬派だった。
こうしたやり取りは昼食を挟んで午後3時まで実に6時間にわたって続けられたという。最終的に川辺ら慎重派の意見が大勢を占め、結局池田追放の件は当分見合わせ、僧侶の後期自粛ということになり、来る8月末の教師講習会で後期自粛に関する指導会を開くことになる。日賢が思い描き強硬に推し進めていった C 作戦の7月決行はこのようにして延期されることになった。しかし日賢は虎視眈々と決行の時期を伺っていたのである。この後メモが示す通り、8月の教師指導会で松次僧侶持続の後期自粛に関する基準が発表された。日賢たちは内部固めの方向で時を待つ作戦に入っていったのである。そんな大石寺開創700年のこの頃、二百科寺供養をはじめとして小本堂の整備、慶祝の記念文化祭、記念法要など名誉会長の指揮のもと、創価学会が一丸となってさらなる宗門の発展を祈り動いていた。しかしこの時日賢は学会破壊の野望を胸に C 作戦決行のチャンスを待っていた。巧みに、そして狡猾に相続和合を装っていたのである。12月21日は三重県仏徳寺の落慶法要。それは創価学会の真心を示す二百科寺供養の111番目の寺院であった。そして6日後の12月27日、突然名誉会長の総高等罷免という予定通りの形で謀略は決行されたのである。日賢にとって竹馬の友であり日蓮召集の賛儀、州内一の資料収集家をもって自他ともに認める川辺が書いた会議メモ。ここに書いてある7月に話し合われた謀議は、ついに5ヶ月の時を経て名誉会長の総高等罷免という一つの結論を生んだ。しかしこれが終わりではなく、これが C 作戦の始まりだった。日賢が天馬としての本来の姿を表す幕開けだった。ここに僧侶生命をかけて僧侶が書いた C 作戦否定の誓約書がある。やがて彼らも日賢を信じることがこの一枚の紙よりも軽い価値しかないことを思い知ることだろう。そして自らもその謀略の一部になっていることを思い知るに違いない。一部の薬草からついには宗門の全僧侶まで巻き込まれてしまった C 作戦の陰謀、そのすべては日賢の黒い命から始まったものであった。名誉会長をカットし、創価学会をカットし、そしてついには信徒をカットしてきた日賢。 C 作戦とは日賢それ自体なのである。前代未聞の僧侶の犯罪 C 作戦、知らず知らずのうちに日賢と共に倒れてゆく人々、破壊のための破壊への衝動に突き動かされ流転しゆく魔性の存在、それが日賢なのだ。天馬日賢に残されている道はただ一つ、退座のみである。ここ大石寺ではなぜか大切な行事に合わせるように大雨が降る。雨を狙って行事をやるのか、行事を狙って雨が降るのか、いずれにしてもここでの行事の時は雨が降るのだから、富士宮地域の人たちにとっては天気予報以上に分かりやすい。特に毎年11月に行われるお大会は平成4年から常に雨、さらにその夜に行われるお練りの儀式に至っては2度も中止となっている。戦後50年、
歴代法師の中でこの儀式が雨で中止になったのは日賢だけ。二大行事のもう一つおむし払いも雨にたたられ、今年の法要ではなんと6つの注意報が発令された。さらに柿高登山では台風8号9号まで来る始末。しかしここまで来ると宗門は大雨になることを祈っているのではないかと疑いたくなる。それとも大石寺の中に前代未聞の雨男が住んでいるのか。果たしてそうであれば、その雨男とは一体誰なのか。天満日賢による創価学会破壊工作からすでに7年、天満に率いられた宗門はまさに慈海翻訳の様相を見せ、ひたすら自滅の坂を転がり続けている。しかし愚劣なる天満をこのまま見過ごしてはならない。世界のために正義の鉄槌を下すのはまさに今である。日賢の鳴り物入りで大石寺が平成6年に発刊した平成新編御書。発刊の字には日賢自身が自画自賛を重ねながら、今日の辞典における最も信頼性の高い経年研究の成果が織り込まれた御書と大げさに書いている。経年研究とは50作年月日に正確を期して作り上げたということ。発刊も立正安国論上帝の日を記念してだろうか7月16日。ところが例えばこの御書の立正安国論のところを開いてみると、見事に50作の年月日が抜け落ちているのである。この御書だけではない、合計500箇所もの年月日が抜け落ちていた。さて宗門は言い訳がましく慌てて初版第2刷りを出し、ようやくこのように50作年月日を入れ誤字脱字を直した。ところがこの時ご覧のようにルビが抜けてしまった。一つ直せば一つが抜ける。とにかく日賢宗の御書、前代未聞のデタラメなのである。結局大日蓮に正誤表が掲載され、改訂したにもかかわらず見つかった400箇所もの誤字脱字抜け落ちなど初歩的な間違いの箇所が示された。がこれから相続ともにこの正誤表を見ながら御書を使っていくのであろうか。学会が完璧を期して作り上げた御書をわざわざこねくり回して間違いだらけのものにしてしまったのである。御書が中途半端なら日賢の講義もまたいい加減。例えば今年の夏期講において四条金吾殿のご返事を引用して講義、本文と比較して聞いていただければ日賢のいい加減さがよくわかる。ですから、あの日蓮が仏の訪問は広きようなれども甚だ狭しとおっしゃる。仏の訪問は甚だ狭しというところがね。ご覧のように全く正反対の御門に変えてしまっているのである。御書をこう簡単に間違うホッスが一体どこの宗派にいるだろう。かつて日賢は教学部長を務めたというのだから、宗門の教学もそこが知れている。仏の開言、この映像は静岡で行われた無認書教師と学会青年部との対論である。教文物ですね。ここで言う教文物は諸書、華経は能書、仏は身なり、この部分で言う教文物、ね、教文物、この仏、つまり教文、仏は諸将すいません、この仏というのは大聖人様は人間違うことをやってます、ね、法と人が唯一立家された方なんだから、それは分かるわけでしょ。それは分かりますよね。それはもう当然自身でご受験ができるわけです。なぜ松代が諸者するかというと、だから法聖人列なんですよ。そのことを僕は言わんとしてるんです。
それを保護主張に向けるなれば何でもいいという間違いがあるの。だから拷問書を引いて脳症が法華経だと、仏さえも十方の諸仏さえも法華経より出生したまえ。そして御所の読みは間違え、青年部に説教までされてしまう坊主たち。所詮日研宗の教学とはこの程度であり、御所に関われば関わるほど学会の正義が証明されていくのが現実なのです。それでは今年の夏季講での日研の講義です。いい流れの意味と悪い意味で貪りでると、この男女の愛読みにしてもそうです。そのあらゆるものが貪りの中においてさまざまな複雑極まる狂った姿が出てきて、みんなこうなってるのがあるでしょ。まあこのうちのフルソットだけでも大変でしょ。フルソットっていうのはあの何欲しいんだ、欲しいんだけどそれを求めてやれないね。男は女が欲しいのに欲しい、女は男が欲しいのに変な例えだけどね。これが夏季講登山での発言の触りである。いつまでたってもこんな淫乱発言を得意げにしているが、しかしこの日研、このように大石寺の中で勝手放題していられるような状況ではないのである。ご存知シアトル事件、実は裁判が起こった当初日研はこのように言っていた。ただずっと一つのこの経過から見て絶対にしていません。出た記憶が出ればね、夜のあのアメリカのあれは分からないんですよ。ちょっと記憶があるわけです。シアトルの夜はこんなの、まあこんな感じ、食べ物があるとかこんな暗さだとかね、レオンがどんな絵だとかわからない。全然覚えもなければないから、ね。ホテルから絶対に一歩も出ていないと言っていた日研。しかし平成7年、それが否定できない状況になると宗務院名において宿舎であるオリンピックホテルにお入りになられた後、少々市街を散策され、このように少々市街を散策へと変化。嘘がバレるといつもこの調子である。ここで日研の性癖を思わせる昔の話を紹介しよう。あの小学生が幸せ高校生男子の住みたがってものを思いたがってですね、この働きが高になっていることによって、あのいろいろと、まあ、問題も起こりね、それによってきつく苦しむ。まあ例えば若い青年期の男女が何か夜中に体がほてってそれでもう眠れないなんてよく言ってでしょそういうことによっていろいろと犯罪を犯したりだね、そんな悪いことも行えるようなことも出てきます。この生々しい話、どうも私たちにはシアトルでの日研自身の体験を語っているように聞こえる。さてシアトル事件、現在係争中だが、現場に居合わせた元警察官が証言し、事実は決定的になった。日研側では裁判の打ち切りを求めてきたが、もう今更何をか言わんやである。日研側は現在に至るまで必死で言い繕いごまかそうとしているが、宗門の機関誌にも書いてある通り、真理は必ず勝つ。確かにその通りである。さて9月29日には裁判も大詰めを迎え、日研が出廷するかどうかが決められるが、どっちに転ぼうとももう逃げられない。今や日研の目の前には崖っぷちしかなく、あとは落ちていくだけなのである。日研が懲りずに欲を出しているのが大石寺東京出張所。なんとまた15億円はくだらない買い物をした。今度買った渋谷の松濤というところは渋谷駅から歩いてわずか10分足らずのところにあり、閑静で落ち着いた東京でも有数の超高級住宅地である。ご覧のように高級料亭を思わせる強風の門構え。この中への撮影は無理であったが、手入れの行き届いた広々とした庭があり、石に囲まれた池には滝も流れている。水屋を備えた茶室と、なんとフロア3つ、その一つは中庭に面しており、露天風呂感覚で温泉旅行気分を味わえる。
渋谷のコギャルと仲良くなるのが日賢の夢なのか。これが体積寺出張所というのだから呆れたものである。もちろん出張所といっても所詮日賢と女房の雅子が東京で住む家のこと。こんな贅を尽くした家をご覧のような世田谷にある出張所とともに2軒、合計25億円以上の豪邸を持っているのである。どうして世田谷、渋谷と豪華絢爛に2軒もの邸宅が必要なのか。さらに驚くことに、創価学会が寄進をしたこの西方の元出張所、御用済みとなれば不動産屋に売り渡し、今では分譲住宅になってしまっていた。創価学会の悪口を言って散々方々扱いしても、金になるものであれば一切返さない。なんともはや。さらには今年3月、女房の雅子が娘の百合子、孫娘2人の計4人でオーストラリアの高級リゾートで豪遊していたことが発覚。旅行代金、買い漁ったブランド品まで含めると数百万円にも上る大散財を自由気ままにしていた。続いて4月には台湾に進出と称し、日賢は雅子を伴い総勢二十数人で大名旅行を強行。日賢はご覧のように3年も前からすでに花和尚として地元では有名人なのである。住職たちも負けじと3人の坊主が記念法要の名目で家族や行員を連れてハワイへ。しかしメインは観光だったようである。遊びのためなら金は使い放題にもかかわらず、驚くなかれ平成3年以降国内には一つも寺を建てていないのである。かつて学会は宗門のために358か寺を供養してきた。寺も作らず遊びほうける日賢たち、法華経の皆さん、こんな人たちに供養し続けるのですか。ある日突然、大石寺境内でブルドーザーの音がけたたましく響いた。この日より大脚殿の解体作業が始まったのである。大脚殿は日本建築学会賞、建築業協会賞を受賞した後世に残る建物であり、我が国最大の建築家の団体である新日本建築家協会も幾度となく日賢に対して大脚殿の存続を要望した。しかし日賢は全てを無視した。そして崩れてゆく大脚殿、民衆の真心が大商人を忘れ信心を忘れたたった一人の男のエゴで破壊されていったのである。崩れ去り跡形もなくなった大脚殿を眺めながら破壊の喜びに浸る日賢。破壊の命を持つ天魔の行状が美しき大脚殿を瓦礫の塊としてしまったのである。ちなみにこの後に立つ新脚殿の上棟式の時もいつものように雨。この時の模様を伝える宗門の機関誌恵妙には大げさな見出しとともに、間の将下はかつてないほど激しく働き、長州相続の信心を試そうとして重要な法要や事業の旅ごとに大雨を降らせ、大風を吹かせ、誹謗中傷の嵐を浴びせて信心の歩みを阻もうとしてきたのである。まことに仏法の道理は健全ではないか。負け惜しみもここまで来ると何とも哀れな世界である。前代未聞、今世紀最大の雨男日賢に率いられ天魔の命にもてあそばれる日賢宗の人たち。この男の顔をじっと見つめながら胸に手を当てて考え直したらいかがでしょうか。日賢ともども奈落の底に落ちるのは寂しいことだと思います。心のふるさと身延山、ここは完全に観光地化しており、立派な観光地図まで出来上がっています。それではまず身延山の入り口、久遠寺の総門からご案内いたしましょう。門の両脇にはご丁寧にも
日蓮大菩薩と書いたのぼりが皆さんを迎えてくれます。あくまでもここの日蓮宗においては大聖人は大菩薩であって末法のご本仏ではないのです。さてこの左にある駐車場ですが、ここにあるトイレが大変おごそかなもので、入り口の中央には小さな祠があり、何を守っているかは知りませんが、とにかく薄様明王がトイレを守護しているのです。さて駐車場からほどなく行くと何本もの赤いのぼりが見えてきます。その奥にはお寺さんとは思えないような赤い鳥居の門、そうです、ご存知ここは稲荷大明神。定番通り赤い前掛けをした不気味な狐も2匹おります。さらに車を走らせるとお待ちかね日本三大門の一つ身延山久遠寺の三門が見えてまいります。皆様にはここで車を降りていただき、この先はご覧のように身延僧侶と同じように境内を歩いて向かっていただきます。境内の参道にはこのようなお堂がいくつかありますが、ここは琥珀大菩薩というわけのわからない菩薩を祀っております。さてここがご存知久遠寺、いわゆる身延山観光のメインです。久遠寺の境内にはお守り売り場、おみくじ売り場などよく神社で見かけるものがたくさんあります。テレホンカードもお守りとなっており、開運招き猫とお願い地蔵などバラエティに富んでおります。そしてこの古めかしくも堂々とした建物が久遠寺大本堂、祖師堂の中では信者の人たちが祈っております。また大本堂の賽銭箱前では参拝客が手を合わせています。この大本堂の下は博物館となっており、大黒をはじめさまざまな彫刻が展示されていますが、中にはこのように大聖人が寝ている像もあります。皆さんご存知岸母神もここではお堂を作って祀っています。この祠は一体何を祀っているのか分かりませんが、少し覗いてみるとこの他至る所に驚くものがあります。最後に軒を連ねている土産物屋を覗いてみましょう。驚いてはいけません。ここ身延山久遠寺ではマンダラがお土産になっているのは当たり前のことなのです。店員さんに聞いてみたところ、値段は張りますが大きい方がくどくも大きいですよと話していました。ここではコップにまでお題目を入れています。水も簡単には飲めません。驚くなかれ、お地蔵もお土産で売っています。さていかがでしたでしょうか。心のふるさと身延山、ここを総本山とする身延日蓮宗と日顕宗が最近怪しいと言われています。さて何が怪しいのか、なぜ怪しいのか、いずれにしても方々と方々が混ざり合って喜ぶのは天馬だけなのです。突然の総高等罷免から早7年、大聖人に背き欲望とエゴに支配された日顕は、発起にあるまじき数限りない不祥事を積み重ねてきた。そればかりか、ついに方々限界のご精神を捨て去り、日光聖人のお心まで踏みにじる暴挙に及んだ。日顕宗を決定的に魔の住処に変貌させた重大事件、それこそが方々の身延日蓮宗との野望であった。平成7年6月6日、池上覚林会様と書かれた観光バスが大石寺に着き、32名の坊主と在家が本山見学という名目で塔頭を堂々と歩き始めた。
案内に立ったのは大石寺の坊主たち。先頭で案内していたのはなんと高野日海。宗門では日賢に次ぐ位を持つ農家である。この一行はこの後大石寺の迎賓館とも言うべき蓮葉庵で接待という大変なもてなしぶりであったという。信じられるだろうか。身延日蓮宗の坊さんたちが日賢宗の高僧である高野日海に率いられて堂々と大石寺を物見遊山しているのである。創価学会がまだ破門されるまではこんな光景はなかった。なぜか昭和30年3月北海道小樽にて創価学会と身延日蓮宗との公開法論が行われた。宗教の聖者を決める法論である。身延日蓮宗も全力を挙げて向かってきたが当然のことながら創価学会の全面勝利であった。それ以来創価学会を恐れてかついぞ身延日蓮宗が大石寺に近づくことはなかった。ああそれなのにである。これは今年9月17日身延の若手僧約30人が大石寺に来た時の模様。この日もご多分に漏れず大雨。いつの間にか身延の僧たちが徒党をなしてこともあろうに日賢宗の坊主の案内で大石寺を見学。こんな方々が許されていいのか。身延の僧たちは大石寺と身延との交流については 3,4 年前から進めている。大石寺では身延といえば見学 OK である。大石寺の方では今までは創価学会がいたので交流ができなかったと言っていた。情けない始末である。この体たらく創価学会を方々呼ばわりしながら同時に身延日蓮宗の身も心も方々漬けになった僧を心から受け入れ接待までしているのである。身延日蓮宗が作っている会報に大石寺研修参拝記という記事が掲載されているが、この中で佐藤純英という僧がこう書いている。過去元明なまでに他宗には門戸を開かなかった大石寺が道内外の案内に応じたという変化を我々は機敏に捉え柔軟な姿勢に最大限の評価を下し、さらに日蓮門下の一員という連帯感の醸成に陰に陽に働きかける絶好の機と思うがいかがであろうか。懇切なる案内をしてくれた教師からほどなく一通の礼状が届いた。皆様の温かなお心に触れ外はめっきり寒くなっていたにもかかわらず温かな気持ちでご案内申し上げることができましたことを感謝しております。身延の僧から褒められてその上お礼のはがきまで出しているのだから全く呆れ返る。日蓮門下の一員にと誘われようとしているのである。さらに驚くべきは単に受け入れているだけではなくついには交流を始めてしまっているという事実である。日賢の愛弟子である松寺住職の間では法華行員を連れての身延や千葉鎌倉佐渡といった身延派寺院詣が大流行している。どの顔も驚いているのやら喜んでいるのやら。また大石寺から車で約20分走ったところにある西山本門寺。今年4月に行われた西山本門寺の虫払い法要に日賢宗の坊主が参加した様子。恐ろしいことには受付で供養まで出している。なんと法華行連合会委員長の柳沢木曽寺も身延山にもう出ている。日賢気取りで信徒に傘を持たせいやはやなんともである。連れの信徒は日賢の息子安倍新生の寺の法華行員。また日賢宗の機関誌大日蓮。ここには日賢宗の若手坊主が研修旅行と称して法華宗の蓮着寺日蓮宗の仏厳寺という方々の寺に行ったことが報じられている。取材によれば本尊見学までしているのである。いや前にもねおいでになったことありますよ。今日なんか落としてついたりとかじゃありません。私のご本人のご挨拶をいたしました。私も大石さんに行ってお参りしたいと思ってるんですけど
前はちょっと入れなかったものですから、はい、今はどうなんでしょう、もう入れてくれるようになってたかもしれませんね、あの赤い人を離れます。連着寺の後は日蓮宗の仏源寺も見学。創価学会がいなくなるとタガが外れたように方々を巡り、何が悲しくて方々の寺ばかり回るのか。ここには今回の研修旅行は学生たちにとって工学の一つのきっかけになったようで、志を熱くしていた。これはひとえにこの研修の実施にあたり心よくご許可くださったご発す承認のご慈悲の賜物でありと書かれているのである。それではこれはどうなるのであろう。ここに法華行員の基礎知識という本がある。この中に他宗他派はことごとく悪鬼乱入した打地獄の根源魔の巣窟なりと心得て、これを身の回りに寄せつけず、またこちらから真言せぬよう固く戒めて行くべきでありますと書いてある。であるならば身延日蓮宗との交流はどうなるのであろう。日光上人が方々の山と見限った身延日蓮宗をはじめとする蛇宗の寺は今も魔の巣窟そのものではないのか。方々限界を盾に創価学会を批判してきた日賢たち、その結果が方々の身延日蓮宗との交流である。創価学会という歯止めを失った途端、実は富士の清流は濁流となり、方々の山へと暴走を始めていたのである。それでは創価学会が出現する前の大石寺はどうだったのか。例えば昭和も初期、60世安倍日会、まず彼が発祖になる前、安倍法運と名乗っていた時代、宗門の機関誌にはご覧のようにダルマの広告が大っぴらに出ているのである。本尊を売り出す広告まである。ちなみに一服金2円とある。他にも様々邪宗の広告が紙面を賑わせていたのである。金のためならここまでやるのであろうか。この写真は日会が日蓮宗各派の館長と集合写真を撮ったもの。よほど嬉しかったようだ。実はこの日会こそ67世日賢の父親なのである。やはり身延と仲良くしたがるのは父親日会から受け継いだ方々の血脈かもしれない。またさらに日賢宗と身延との野望には仲介役として山崎正友が大きく存在している。この山崎が平成6年頃から頻繁に身延派の末寺などで講演をしているのだ。身延日蓮宗はインターネットでホームページを開設しているのだが、そこには堂々と山崎が登場してくる。彼は講演の中で日蓮宗各派が協力して創価学会を攻めようと言っているのである。身延は宗教評論家ジャーナリストの山崎正友先生と持ち上げ歓待しているが、この男の素性は所詮恐喝で実刑判決を受け刑務所に服役した元犯罪者である。最近では大分の女性から借りた2000数百万の借金を踏み倒したとし訴訟を起こされている最中である。父親の日会、山崎正友、松寺の住職たち、法華行員長の柳沢、日賢の周りは身延との関係が抜き差しならない輩ばかりである。団長の思いで身延を離散された日光上人のご精神は今や微塵もなく、五老荘の末流たる身延の坊主がまかり通る方々の山と化した大石寺。日賢宗ではついに11月30日を期限に創価学会を脱会しないと日蓮召集信徒としての資格を剥奪すると言ってきた。法華行員として正常な信心に立とうと呼びかけてきたのである。少子千万、これまで見てきたように日賢宗のどこに正常な信心が残っているのだろう。このままではやがて身延さんのように方々が当たり前、本尊さえお土産にしていくことが当然の蛇宗の山と化していくことだろう。日賢は方々限界の日光上人の本流であった大石寺を魔の巣窟にした極悪中の極悪として仏法史上に
永遠に刻印されることは間違いない。